岐阜県政ホットラインスタート。日本を代表する航空と宇宙の専門博物館、岐阜各務原航空宇宙博物館、通称空博です。より早く、より遠く、そして宇宙へ。空博は空と宇宙に関する人類の夢と挑戦の軌跡を展示する博物館です。展示面積はなんと9400平方メートル、10機34機、実物大模型9機の合計43機と国内最多の展示機体数を誇ります。館内は航空エリアと宇宙エリアに分けられており、こちらの戦前戦中の航空機開発がテーマの A2 ゾーンには、世界で唯一現存する旧陸軍三式戦闘機飛燕の10機やゼロ戦試作初号機の実物大模型などが展示されています。宇宙をテーマとしたこちらのゾーンには、国際宇宙ステーションの日本実験棟希望をリアルに再現した実物大模型や、小惑星探査機はやぶさ2の実物大模型など、スケールの大きい展示物が充実しています。他にも操縦シミュレーターや航空機の設計体験コーナーがあります。また空博カフェやミュージアムショップも大人気です。9月27日までは、近年幅広く活用されるようになったドローンの仕組みや用途、今後の発展などについて紹介する企画展、ドローンが開く未来を開催しています。空博では新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、お客様に安心安全にお楽しみいただけますよう、マスクの着用、入館時の検温、手指の消毒、人と人との距離の確保など、さまざまなご協力をいただいています。また教室やイベントでは、開催時間の短縮、定員の削減、講師のフェイスシールドの着用などの感染防止を行っています。9月27日には空博アンバサダーで宇宙飛行士の山崎直子さんによる特別講演会も開催される予定です。先人の空、宇宙への憧れと挑戦の歴史を伝える航空と宇宙の専門博物館空博に来て、そのチャレンジスピリットを皆さんもぜひ感じてみてください。